こんにちは、岩根です。今回はクリップスタジオ以外のソフトは使わずにこのアニメーションを完成させる方法をお伝えしたいと思います。このチャンネルではお絵描きやアニメ作りに役立つ情報を発信していきたいと思っていますので、興味をお持ちの方はぜひチャンネル登録をお願いします。今回はその1回目ということで、主に髪の毛のなびきについて説明したいと思います。まずは新規ファイルでアニメーションファイルを作ります。とりあえずサイズは、横1280、縦720でいいかと思います。フレームレートはアニメーションでは最低の 8fps、 再生時間はクリスタのプロ版でも可能なように24とします。ファイルが作成できたら、まずはデフォルトで作られている1というレイヤーを削除します。続いてアニメーションフォルダの名前を A にリネーム、続いてアニメーションフォルダの中に、通常の新規フォルダを1つ作成し、名前が1であることを確認してください。そしてそのフォルダの中にベクターレイヤーを2枚とラスターレイヤーを2枚作成します。レイヤー名は下から下書き、塗り、色トレース、実践、この4枚ワンセットになったフォルダーをセルとして扱います。 A というアニメーションフォルダーを2つ複製して、合計3つにします。それぞれを BC にリネームしてください。こうすることで必要なセルが格納されたアニメーションフォルダーを3つ用意することができます。まずは下書き、 A セル一番下の下書きレイヤーに下書きをしていきます。長い後ろの髪は A1 に清書、止まっている部分は B1 に清書、前髪などは C1 に清書します。実践レイヤーには実践、影やハイライト、白目の線などは、色トレスレイヤーに書き込むようにします。この時レイヤーを間違えると色塗りの時にちょっと困るので、しっかりと分けていきましょう。帽子は動く前髪の上に来るので、 C セルの上に新規レイヤーを追加してサクッと書いてください。動かないので、これに関しては通常のレイヤーで OK です。ここからはいよいよアニメーションになります。まずは後ろ髪の A セルです。今回は8枚のリピートにするので、9コマ目に1の絵をリンクさせます。1コマ目と9コマ目のちょうど中間、5コマ目に新規アニメーションセルを追加します。そしてオニオンスキンを有効にします。動きのイメージとしては、根元が固定された状態で波を外へ送っていく感じです。この山というか波の数が多すぎると、腰がないワカメのような髪の毛になってしまうので、大きな波と捉えてください。ちょうど中間の絵としては、こういう風に根元は動かずに波が上下逆さまになってる感じで描けばいいと思います。5コマ目が描けたら、
同じ要領でその中間3コマ目に新規セルを追加して、青から赤へ、波を送るイメージで書いていきます。そして1と3の間に2という具合にして、1コマ目から9コマ目まで全て埋めていきます。これで一通り後ろ髪が描けたわけですけども、こうご覧のように、セル名がめちゃくちゃになってますので、これを綺麗な連番にしたいと思います。まずこのアニメーションメニューから、トラック編集タイムラインの順番で正規化っていうのをクリックしてください。するとこのように綺麗な連番になります。絶対に必須という作業ではないんですけども、今回のようなリピート作画とか他のソフトと連携するときはやっておいた方が無難です。さて、次は前髪のシーセルなんですけども、大まかに今回は5個のブロックに分けてなびきを考えます。短い髪なので波を送るというよりは根元を固定して左右に揺れるように描いてください。ただ複数のブロックが同じように動くとやや機械的なので、ブロックごとに動きをずらして描くということで比較的簡単に自然さを演出できます。原画ポジションとなる4と7に左右に揺れた紙を書いて、その間を埋めるようにして中割りの動画を書いていきたいと思います。線が重なって見にくいかもしれないんですけども、オニオンスキンをオンオフしたり、前後のセルを表示したりっていう風にして頑張ってこれを見極めて、書いていってください。慣れてくるとだんだんこの重なった線で動きが見えるように目が養われてきますので、最初のうちはなかなか難しいとは思うんですけども、頑張ってやっていきましょう。
ではここでリピート時のシート操作について解説します。2回目のリピートがスタートする10コマ目を選択してアニメーションメニューからトラック編集セルの一括指定を選びます。既存のアニメーションセルから指定を選んでセルナンバー1から9であることを確認します。フレーム数は1で最後まで繰り返すを選んで OK をクリック。するとこのように最後までリピートされた映像になります。納得のいく線画が完成したら色塗りです。塗りレイヤーにバケツで塗っていきます。ここら辺はアニメ塗りのイラストを描いたことがある人なら迷わない部分だと思います。1点、バケツツールのオプション設定でベクターの中心線で塗り止まるっていうのと中心線も含めるっていうのにチェックを入れておいてください。塗り終わったら色トレスレイヤーを非表示にします。するとベクター中心線まで塗ってくれてるので綺麗に塗り分けられています。まあ一部抜けてるところはあると思うのでそこに関してはペンツールなどで修正していってください。薄い色のところは下に黒いレイヤーを置くなどすると塗り漏れが見つけやすくなります。ということでアニメーションが完成しました。次回以降透過光などのエフェクトをアフターエフェクトを使わずにクリップスタジオだけで、加えるっていう手法をご紹介したいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。